人のためにばっかりね、して慕われてる人が、突然、気の毒の亡くなり方ですよ。そして、もう憎らしいね、もう欲張りのね、根性の悪い人がですね、案外ね、富み栄えてですね、それでいつまでも生きて繁栄してるの。その目の前にいっぱいありますわね。はい、これはもう、人間の世の中はね、不条理が満ち満ちてるんですよね。認められない不条理でね、この世の中はね、行われてるんですね。人間の世界が不条理だからですね、宗教が生まれる、宗教が必要になるんだと私は思いますね。わけのわからない不条理が我々の周囲に満ち満ちてて、そして我が身にもいつ起こるかわからない、そういうことがあるのが人生なんですね。だからこの世は苦だというふうにお釈迦様は定められますけどね、もう四苦八苦があるのがね世の中で、そんなにね、通り通りはいかないんですよ。